おはようございます、黒三つ葉です。ということで今回はですね、超究極アイゼンの方にサンダルフォン艦隊で挑んでまいりましたので、そちらの動画の方を見ていこうかなと思います。はい、ということで実はね、初見の時このパーティーで行ったんですよ。サンダルフォン艦隊で行って見事に撃沈したんですけど、その理由がですね、このクエスト地雷が、棺地雷2ターンかな、2ターンで爆破する地雷で、光属性だとなんと2万5000ぐらいね、1体あたり食らってしまうということで、もう本当に3ターン後に即死が来るみたいな、この1ターン目に、地雷巻かれて、そこから2ターンなので3ターン目に即死が来るみたいな、もうまるでね、まるで滅びの歌ですよ3ターン以内に抜けないと負けてしまうみたいな、そういうクエストにね、地雷なしでいくと、マインスイーパーなしでいくと早変わりするんですけど、まあ、今回はね、ちょっとその初見の時の供養も兼ねまして、こちらのパーティーで行きました。はい、ということで、まあ、今回使っているサンダルフォンなんですけど、過激がね、全9過激かな、同族3種と激撃3種、あと戦撃3種かな、全部持ってあります。なので本当に過激は最大限持ってますし、あとは光鏡かな、光鏡のプラスのスポットも取ってありましたし、あとは紋章と線形の書っていう感じで、もう本当に過激がマックスの状態になってます。なのでさっきね、もう若干お気づきの方いたかなと思うんですけど、はい、こんな感じに、パワーアップオール関係なしにね、ナイト殴れます普通にダメージが入るんですよね。あー、やばいね、うん、この紋章と線形の書のね、あのブースティングってのは恐ろしいですけど、まあ、なのでこういうステージもね、普通にゴーレムだけ意識してあげて抜けていくって感じですね。まあ、ナイトは勝手にね、殴っていけばやってくれるので、本当にパワーアップウォールは気にせずって感じですね。で、まあ、さっきとかね、即死1回食らったりとかしたんですけど、理由としてはですね、このサンダルフォンってキャラは SS ターン短縮、超 SS ターン短縮かっていうアビリティ持っていて、通常の SS ターン短縮よりもターンがね、より、負けるようになってます、 SS の。なので、意図的にちょっと倒さずに、即死を食らいながら3体フレしていってね、SS ターンを貯めていったっていう感じでしたね。で、ここ難しいっすよね。ここのステージ俺結構嫌いで、まあ、なんでかっていうと、上の壁、上のパワーアップウォールの壁が狭いじゃないですか。あれがね、本当に横上がりの時拾いにくいんすよ。だからね、ちょっとここを3ターンで抜けるってのは結構きつかったっすね。うん、あれがうまく拾えればね、いいんだけど。そうそう。で、まあ、普通にね、弱点殴らなくても SS 打ってればこれだけ入ります。まあ、これはちょっと異次元の火力だよね、結構。まあ、まあ、マイスイエルとか持ってたから、まあ、五条さんとかでも、まあ、一応これぐらい、でも出てたんかな、あんま覚えてないな。弱点殴っても、なんかね、SS 打ってないとワンパンできんかったような記憶あるし。そうか、まあ、かなり、うん、出てる方かな、やっぱ。うん、そう考えると比較対象がね、ちょっと覚えてないからあれだけど。でもここからボス戦ですね。はい、もうしっかりと SS が溜まった状態でボス戦に入っていけると。で、しかもサンダルフォンの、SS はですね、継続ターンがありますので、1回打ってしまうとね、数ターンの間バフかかった状態になってます。で、もちろんこの間は友情コンボの威力もね、このステージだとあんまり関係ないですけど、ちゃんと上がってくれてます。はい、まあ本当にだから30の極とかだとね、本当おにゃんこぽんの方が強いんじゃないのかっていうのが事前評価では言われてたんですけど、結構ね、うん、実際使ってみるとサンダルフォンの方が強かったですね。で、まあここはちゃんと弱点を狙いに行くと。はい、このね、角打ちいいっすよね、簡単に狙えるんで。はい、こんな感じでやっていくと。ただまあギリギリ倒せないですよね、これでも。で、もうこの次には即死とそうなんだよね。1ステージ目とかだと、HP マックスの状態であれば、地雷食らっちゃってもね、耐えたりとかしてたと思うんですけど、ボス戦からはね、アイゼンがこの HP 最大限を減らす攻撃をやってくるせいで、マジでね、やられるんよ、一発で。だから本当に滅びの歌よ。3ターンの間、何もしないと死にますよ、みたいな。そんな感じになるんで、もうマジでどち気性ですね、こいつも。めちゃくちゃ噛んだけど。はい。で、ここだね。ここ結構ね、おすすめのやり方として、薄く上がっていくと、結構その弱点が頂点気味にあるので、割と当たってくれたりとかしますね。こんな感じに。うん。で、ここは簡単に抜けていけると。そうそう。まあ、これは結構ね、普通に使えるショットの打ち方じゃないかなと思います。はい。で、まあ、ラスゲですね。これね、ラスゲも結構削れた状態で始まるんですけど、これ初手なんだよね。初手でめちゃくちゃ焦ったの覚えてます。
まあまあ見てもらうと分かると思うんですけど、まあ SS 打ってね、まあ2段階目だし結構暴れながら雑魚処理しようかなと思って打った SS だったんですけど、ここよまさかのナイトとアイゼンの間に挟まってしまうっていうね、とてもとても失態をしてしまって、もうこれであともう2ターンしかないっていうね、もう闇のゲームっすから。でまあここは雑魚処理に行ったのかな。結局ボスの HP 削れてるんで、まあ次の一手でなんとか弱点殴ろうっていうことで一旦雑魚処理に走りましたね。でもうこれでラストショットかな。どっちゃにしろラストショットっすねもうこれは本当にサンフレで弱点当てられるか当てられないかの勝負っすね。いやーめっちゃ考えとるなこれ。考えるよねそりゃ。そうで、ちなみになんですけど、多分これ3艇というか、このパーティーでやってると、3艇以内にやってるので、反対になるやつ、矢印逆になるやつ、食らわずにいけますね。どうでもいいけど。はい、ということで、まあ、筋肉ゴリゴリマッチョマッチョなね、サンダルフォン艦隊で今回はやっていきました。なんかね、結構面白かったです。はい、ということで、最後にね、ちょっとした解説ついてるので、そちらも見ていただければなと思います。はい、ということで今回使っていったサンダルフォンがこんな感じですね。でこれに加えてフレンドのサンダルフォンが線形加盟撃と線形過激速か持ってたので、9過激全部合わせてね、ついていることになっておりましたと。はい、でまあそれぞれね、紋章も耐弱と多分耐闇は共通でついてますかね。はい、こんな感じで本当にまあゴリゴリのゴリゴリサンダルフォンなんですけど、まあそれでも結構ギリギリでしたね。うん、やっぱりあくまでね、今のはネタ攻略だったので、まあガチで行くんだったら全然サンダルフォンもありなんですけど、まあそこにねイチゴだったりとかメタトロンだったりとか、そういうキャラを入れてあげてちゃんと地雷もね取れるように、まああくまで本当に、まあ本当に3ターン即死はねきついのでちゃんと地雷持ってるキャラも積んであげるといいんじゃないのかなと思います。はい、まあそうだね、まあ、このクエストでは遊撃は関係なかったんですけど、もともとねこのサンダルフォンなんで紋章とか身とかついてたかっていうと、アラマラですね、アラヤマラソンをちょっと、かじってはいたので、まだ全然ねラック的には高くないと思うんだけど、うん、ほんとかじりだけ7とかなんで全然やれてないんだけど、本当に移動中とかね暇な時にちょっとずつやってる感じなので、はい、まあだったので、まあサブアカとかねメインの方にもちゃんと厳選したサンダルフォンがおりましたという感じでしたね。まあ本当にサンダルフォンね30の極に限らず結構強いキャラなので、はい、持ってる方はぜひね厳選して、まあ今回の、クエストでもいいですし、他のところでもねぜひ使ってみていただければなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければ本当に励みになるので、チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。